帝政時代のスクトゥムスクトゥムは古代ローマ時代、ローマの軍団兵に用いられた盾である。おそらくは、グラディウスと同じくらいか、それ以上に、軍団兵の軍装では欠かせないもので、ローマ軍の不評戦術で重要な要素になった。スクトゥムという言葉自体は、盾という意味である。スクトゥムを持った不評を、スクタリということもある。形状は時代によって変わり、楕円形。 または長方形のどちらかである。大きな盾であり、防御力に優れる。ただし重く、また大きいので乱戦で多方面の敵に対して防御、するのは困難である。しかしながら軍団兵は、個人の確固攻撃を行うことは、ほとんどなく、常に、戦場では、密集体制である、マニプルス、ケントリアとして敵に挑んでいたので、特に問題はなかった。また大きさを利用して、 スクトゥム上に掲げた密集隊列で工場戦に挑むこともあった。共和制初期のローマ軍は古代ギリシア伝来の重層不評であり、縦は楕円形をしていたが、帝政ローマ前後より長方形に形状が変わった。共和制を通じて、スクトゥムは小牛の皮と麻布で作られ、縦の上下の円には鉄の補強がなされていた。 この構造は変わらなかったが、ユリウスカイサルがガリアへ進行した際に、時間の不足のために補充の盾をナメシ側と塔で作っている。スクトゥムは全体的に頑丈な構造ではあったが、パルティア騎兵の弓矢の威力には十分ではなかったらしく、プルタルコスはカルラへの戦いで軍団兵が苦戦していたと語っている。 訂正に入ると、今まで楕円形だったスクトゥムが長方形になっていった。材質は木材となり、考古学的な証拠はないが蒸気で縦に湾曲させて製作されたのだろうと推測されている。これにより、スクトゥムは軽く頑丈になり、長距離での進軍にも持ち運びやすくなった。また湾曲により、武器での強打の衝撃を緩和することが可能。 持ち手が衝撃に備えて力を入れることもなくなり攻撃を受けつつ反撃することを容易にした。三世紀になると従来のスクトムが姿を消す。そして形状が丸くなった。なお、時代ごとのみならず、その生産や使用する地域によって雑多な型があり、一概に形式化されていたとは考えにくいとされている。ありがとうございます。